オーラたちをこき使いやがって、当然の報いだ。
Thank you.
ここで撃たれるわけにはいかぬ。ケリー殿の錬金の極意によって太閤秀吉様を復活させる忠義による精錬の世の礎を。あんたにはせいぜい時間を稼いでもらうとしよう。 We'll resurrect the most brutal overlord of them all. Let's go.
雪山の冷水。これで三成殿も。 13の時から仕えた秀吉様。私は天下人へと変わりゆく太后様についていくだけであった。義を重んじ刀なき世を民と共に歩む秀吉様の描きし美しき夢、 いつしか私の夢となっていた。秀吉様亡き後、その夢を汚す家康めを討てぬとは私が誤っておるのか。なぜ殺さぬ。久しいの三成殿。 光秀殿、何故。そなたの忠義、まことにあっぱれ。されど人の世には忠義より重きものがありもうす。それは大義じゃ。三成殿、忠義を重んずるあまり大義に背かれますな。 あなたも大義のため信長様を討ち、主君殺しの汚名をかぶったというか。されば私も大義に裁かれよう。ケリー目が私が信した信長様を改めとして蘇らせ、再び大乱の渦を起こそうとしております。 万人殿、家康殿が大義、この国が太平のため、かの者を止めてくだされ。